さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。ジュニダンスの若です。さあ若君、はい、本日は、はい、今シーズンからジョイントハウスで新しく取り扱いを始めたゴーグルの紹介を、はい、よろしくお願いします。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 ゴーグルです。ゴーグルです。何ですか？ゴーグルは、はい、新しく取り扱いしたのはこのダイスでございます。ダイスでございます、はい、ダイスです。ダイスです。ダイスっていうゴーグルブランドをご存知でしょうか？日本の国産のブランドですよね。そうです。日本企画で日本でやってるっていう山本工学、山本工学っていう会社で、はい、まあ、スワンズっていう、ゴーグルブランドが、まあ、スキーヤーさんなんかも含めて昔からこう広く浸透してるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、まあ、それに対して、横乗りフリースタイルっていうちょっとスタイリッシュな部分だったりとかを兼ね備えてるのが同じ会社で出してる別ブランド、うん、ダイスとなります。さあ早速ですけど、はい、特徴をよろしくお願いします。はい、このダイスの、うん、お店の方で取り扱っているのはバンクっていう、はい、バンクバンク、はい、バンクっていうモデルです、はい、このモデルは換気機能がついております。ここの2箇所のトリガーを上にパカッパカッと開けると、はい、素敵、こんな感じで開いてるのが分かりますか？パカッパカッ、そう、隙間があるんですね、はい、っていうことによってレンズの中、ゴーグルの中に空気が通るから、うんうん、曇らないし、多少、あ、やばい、おでこに置いておいたから曇り始めちゃったってなって時にも、スッて開けてあげるだけで、曇りがふわーっていう風に抜けていく。そんな感じの、はい、画期的な換気機能になっております。はい、だいぶ革新的なアイデアで、うん、はい、今までこんなのなかった。これすごいですよね。はい、これね、あの、ダイスの方では何年か前から、これ搭載してて、うん、で、この、換気機能がついてるのが、このバンクっていうシリーズになるので、はい、これが素敵だなと思ってこのバンクだけ、4種類1,2,3,4って白と黒という感じで4種類ちょっと用意しております。バンク自体がこの4種類に対していろんなレンズをつけられますよっていうところなんですけども、あ、こっちの2つがあると思ってるのがそうですかね、はい、フォトクロミックっていうレンズになってて、結構クリアーに近いスモークっていうのがスタートになります。これスタートになるっていうのが光が強いところに行くとレンズ自体が少し濃くなっていって変化していくっていうようなレンズが搭載されてるんですね。実際ね、さっき室内にいたとこから外に行こうと 2,3 分置いて光に当ててみたら結構この色味が濃くなるっていう感じ、ここやってみるとクリアっぽいですけども、どっちかというとスモークのサングラスっぽい感じの使い方にもなっていくというような、すごくお利口なレンズがついてるので、曇ってる日でも、晴れてる日でも1枚のレンズで結構対応幅が広いですよというのを、この辺の白と黒のベーシックなカラー合わせやすいところに、へえ、そんなんだったらちょっと俺使ってみたいっていうのにすごく手が出しやすいようにカラーリング用意してみました。そしてこちらがちょっと上の方はブルーミラーが入ってて、下がゴールドミラーですかね。あ、そうですね、そうですね、はい、はい、でフレームのカラーも結構ダイスっぽいバキッとしたこのイエローからちょっとマットがかったブルーから、この辺スタイリッシュに、かけこなしていただきたいなと思って、こちらはレンズの方にも少し色味がかかってるブルーとゴールドで用意しておりますという感じのダイス、はい、とにかく本当曇らないことと曇ることに対してこの換気機能によって絶大な信頼感がある。そしてバックルシステムになってるので、まあ、ヘルメットの上からなんかもかけてやって、かけたりとかもしやすくなりますし、ここ取り外しが効くとゴンドラの中なんかでもすぐゴーグル外して、うん、まず曇らないように、おでこに置いたりとかしないみたいなことも結構やりやすくなったりするので、このダイスのゴーグル、特にこのバンクっていうのは、まあ、僕らの周りで使ってる評判だったりとか、実際のこういうかけ心地アクテクノロジーとかそういった部分に僕ら非常に共感していいなーって思ってお店の取り扱いを始めた次第でございます。なんでぜひとも、これそして、はい、同じぐらいのスペックのゴーグルの他のブランドに比べると、うん、明らかに値段安いですよね。安いです、はい、値段安いですよね、はい、あれって思いました、はい、ちょっと驚くくらい安いかもしれないので、はい、よかったら、ジョイントハウスのオンラインショップの方、はい、チェックできるように概要欄に URL 貼っておきますので、はい、そちらの方からチェックしてみてください。そんな感じで今回はダイスのバンク、この換気機能が画期的なゴーグルとなっておりますよ。で換気させたらこれパチッパチッってなるように閉めてあげれば、この隙間から雪が入ってくることがないので、と
というような便利機能搭載のゴーグル、ダイスのバンク紹介させていただきました。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ツイッタースのバカでした。